皆さんどうも、飯田里穂タイムのお時間です。ラブライブの、まあ、好きな曲ベスト10っていうのをやりたいと思います。イエーイ。ベスト10とか言ってランキングはね、本当につけられません。全部で100曲以上あるんだけど、その中から10曲をもう泣く泣く選んで、泣く泣く10位っていう順位をね、つけたっていうことであって、最初なんならベスト3にしてくれっていう風に言われたんですけど、曲をね羅列してみたらね、20曲ぐらい普通に一発で羅列しちゃって、すいませんこんなにあるんで無理ですって言って、スタッフさんにベスト10に変えてもらいました。もう全部大切だし、全部大好きな曲だということを踏まえて、ぜひ見てくれたらと思います。冬がくれた予感、絶対に冬になったら聴く曲、私の中で、うん、だし、なんかビビって可愛いおふざけが入った感じで楽しい感じのグループなんですけど、楽しい楽曲と急にすっごいしっとりとした切ないバラード曲を歌うっていう、この差がある感じが大好きで、中でも、ビビの冬がくれた予感っていうのは本当に切ない歌で、そう泣けるんだよ。片思いかな、近づいた足音、君ならいいのに違うって知ってるけどみたいな、はあ切ない。ラブマージナル、これはプランタンの本当に最初の頃のユニット曲なんですけど、ほのかちゃんと小鳥ちゃんとかよちんが歌っている曲ですね。そのリハーサルを見てた時に、3人のパフォーマンスと曲が本当に素敵すぎて、3人のリハしてる姿を見て大号泣するっていうことが実はあって、昔、そう、それぐらいすごい印象に残ってる曲なので大好きな曲ですね。そして最後のページには、みんなの中では略してソシペって呼んでるんですけど、そして最後のページには、なのでソシペって言って、すっごいいつもいつも歌って踊ってたわけじゃないんですけど、なんか私的に歌詞がすごくなんか勇気づけられるというか、ちょうど多分これを歌ってた時、ミューズがどんどん大きくなってって、ラブライブっていうものがいろんな方に知られていてっていう中で、でも自分たちはなんか何もなんとなく変わってなくて、どっちについていけばいいんだろう、どうしたらいいんだろうっていう風に歌ってたり、パフォーマンスしてた歌で、緊張の連続、慣れないことばかり、ぎこちない私とか、考えすぎでしょ、気にしすぎでしょとか、自分でステージで踊ったり歌ってたりしても、その曲を介して自分を励ましてるみたいな感じがすごくソシペには私的にはあって、今はそれさえ笑い話とか、いろんなことがあったね、怒ったり泣いたり忙しくとか、多分その時本当にいろんな感情があった時期で、自分の感情もすごい忙しかった時期だったので、この曲によっていろんなことがあったねっていう風になるなみたいな、うん、なんかすごい元気づけられてた歌だったので8位にランクインしました。心情ロマンチック、じゃだん、これは私も、所属しておりますユニットリリー・ホワイトの歌ですね。まあ、リンちゃんもセンターをね、務めさせていただいてた歌だし、あのね、リリー・ホワってこう、ダンスをたくさん踊らせてもらうユニットだったの。で、当時パフォーマンス、クッスンもミモリンもダンス経験がすごくあった二人だったから、とってもダンスが上手で、その中で全然ダンス経験のない私がこう、必死にしがみつきながら二人に、教えてって言って教わりながら、頑張って実はやってて、そんな中で春情ロマンチックって結構激しい踊りをやってた曲で、なんかその曲に付随する思い出が結構ある曲ですね。2はミュージックのミーですね。はい、ミューズとこうラブライブをね、応援してくれてるみんなの歌だな、みんなとのなんかこうつながりの歌っていう、絆の歌っていう感じはすごくしてて、この歌のおかげでこうなんかミュージックフォーエバーっていう言葉がね、生まれたりとかしてたので、なんか話してるとちょっとフェスを思い出してて泣いちゃいそうなんですけど泣いちゃいそう、え、無理え、泣いちゃう、どうしよう
やだー、また泣いてる、やばい、やめてください、やだ、ここ全部カットですよ。やめてー、もうやだー、恥ずかしい。ミュージックフォーエバーっていう歌詞が入って、ちょっと待って、これで喋っていいのかな。ダメだよね絶対。あのエミツンがなんかそういう風に最後ミュージックフォーエバーですねって挨拶とかしてくれて、なんか改めて、あ、この曲はすごい素敵な曲だなと思ったので入れました。もう6位に入れるのが辛いぐらい、辛いというか、あーどうしよう、10位なんてつけられないっていうぐらいなんですけど、今回は6位に入れました。何これ、ちょっと誰かなんか言ってくださいよ。やだ、6位で泣く、はい、6位で泣く。これみんなびっくりすると思う、ストームインラバーっていう歌なんですけど、あのエリちゃんとウミちゃんが2人で歌ってる、とってもかっこいい歌なんですけど、2人でパフォーマンスしてるっていうのが、もう当時リハとかライブを一緒にやってた時から、わーすごいって本当に当時の私思ってて、好きすぎてこの時期はずっとこの曲をあの目覚まし時計にしてまして、いつも朝ウミちゃんとエリチカのこの歌で、この声で起きてたっていうのが実は当時の思い出で、なので5位にこれがランクインしました。モーメントリング、これは本当に最後の方の曲なので、東京ドームのライブでもパフォーマンスしたんですけど、だって離れたりできるはずないんだよっていうところで、ステージのところでみんなでギュギュギュって寄って顔を見合わすというか、ニコニコするっていうような場面があるんですけど、映像とか見ててもすごい好きだし、うん、モーメントリングの歌詞はもう全体を通して9年間分の景色が出てくるので、うん、私は好きですね。ここからはちょっとね、やっぱ星空りんちゃん役をやらせていただいていたので、はい、こちらの方を選んでいきたいと思います。ハロー星を数えてですね、劇場版の方で歌った歌なんですけど、1期2期を経て劇場版ですごく成長した姿を描いた後に歌ってる、うん、そんなの関係ないよって言いながら、そう元気よく歌う歌なんですけど、本当にこの楽曲途中で曲調が切り替わったりとかして、ショーをやってるかのような、アニメの絵面でもこうニューヨークの街並みをこうちょっと歩きながら歌いながらっていう絵面とかもとっても可愛くて、そうかなりライブのパフォーマンスするのも楽しかったですね。でもこの曲は本当に空丸が大好きでいてくれて、私よりも空丸の方が歌ってくれてる説をよく話したりしてます。ラブイングベル、はい、アニメ2期で新しい私っていうリンちゃんがお当番会だった、話の曲ですね。まあ、りんちゃんがこういろいろコンプレックスだったことを乗り越えてスクールアイドルになるぞっていう風にこう仲間の支えもあって一つ成長するっていうお話だったんですけど、りんちゃんをきっと多くの方に好きになってもらえた瞬間のアニメのお話と曲かなっていう風には思っております。この曲はだから聞くとちょっと今でも私自身もうるっとしちゃいますね。僕たちは一つの光、まさにみんなこの服を着て歌ってましたね。この本当にこのピンクのお花の中からうちらが出てきて真ん中でこう踊るみたいな演出だったんですけど、劇場版を見に行った時に試写でいろいろこらえてたんですけど、感情とかやっぱ最後にこの曲がかかった時にはもう感情がもろ出しで、もうもろ出るバーって、すごいなんか涙を流した記憶がありまして、今、まあ、なんかちょっと時間が経って聴いてみると頑張るぞっていう日とかに、こうなんかこのキラキラした曲を聴いて、そうあのことを乗り越えた自分ならまた何かができるかもしれない、自分の中で踏ん張りたい時、お仕事とかもそうですけど、そういう時に聴いて自分も元気をもらってる曲ですね。10位から発表させてもらって、まさかの6位で大事件が起こりましたけれども、10位っていうランキングをつけたけど、もう選びきれません。本当に全部いい曲です。全部に思い出があるし、他のユニットも自分が歌ってない歌も本当に大好きで愛している曲でございます。どうだったかな、見てくれてるみんなもぜひなんかランキングじゃないけど
私と好きな曲が同じだったりするのもあったのでしょうか。ぜひぜひもう一回曲も聴いてみてくださいね。ありがとうございます。